はい、では、今回は自由権について学習します。自由っていいことですよね。いろいろな自由がありますよね。例えば。 こんなふうにね、いろいろな自由があります。ここに挙げた自由もですね。よく見ると、少しずつ性格が違っていて、分類することができるんですね。今日はね、まず自由権を分類してみたいと思います。はい、憲法の条文に書いてあるものをね、分けていきますよ。はい、思想良心の自由第十九条。 信教の自由第20条集会結社表現の自由第21条学問の自由第23条です、ねはい、これはどんな自由かなと思いますね。自由にいろいろあるけどこれは頭の中で、ね、する自由だったり心の中の自由だったりします。ね みんなそういう自分の考えや心についての自由が並んでいますよね。えっ、ー、と例えばですね思想っていうのは政治などでどんなあの、ね、考えを持つかとか、ね、全て頭の中でまずすることです。なのでねこれね「精神の自由」というふうにまとめられます。ここにに書いいててある項目ははままととめて精神のの自由と言います、ね、戦争の前には えー、治安維持法などという法律があって、えー、共産主義はダメだとか、ね、そういうふうな、えー、思想を制限するような法律があったりしましたが、えー、現在ではこういうものは認められません。ね、法律っていうのはですね、えー、憲法に書いてある、ね、内容はですね、えー、権利を認めることであって権利を制限するものって非常に少ないんですね。はい えー、正しいことをしようとする、えー、自由です。人によってちょっと違いますよね。ある人が宿題を忘れちゃったので、ちょっと見せてくれよ。ね。A 君は親切にじゃあ僕のノート見て書いていいよって言います。B 君は自分でやんないと勉強にならない。ね。急いで自分でやれよっていう。両方ともえっ、ー、と正しいですね。良心のね基づいていますよね。えー、次です。 えと次はね「信教の自由」って書いてありますねこれはねえっ、ー、と,と宗教に関することですよね神様や仏様を信じる、ね、そういうことに関する自由ですねどんな宗教を信じてもいいです、ね、それからえっ、ー、とそれから自分で新しい宗教を作ったりすることもダメではありませんね えー、絵に出てきた宗教はちょっと怪しげな宗教ですが今いろいろな宗教がありますよね、えー、それは自由ですただしね、えー、人に迷惑になるようなことをしてはいけないっていうのはもちろんですよねはい次はですね、えー、集会結社表現の自由ってなってますね、えー、これはですねデモをしている、ね、自分の訴えたいことを出すえーと してるところですね。集まって自分の主張を通そうとしてます。ちゃんとマナーや決まりを守ればデモをやってもいいんですよ。ね。それからですね。えー、と表現の自由って書いてあってですね。昔は、えー、と政府に都合の悪いような内容を書いた本などは、えー、と禁止されたりすることがありました。ね。えー そうですねこれは政府が本の内容をあらかじめ検閲というのをしてですねそしてよくない言葉を消したりとか伏せ字にしたりするっていうのを歴史で教わりましたよねはいこういうことも現在はしていません。はい精神のの自自由由心や頭でで考えることの自由ですさあ次ですねなんかね重い言葉ですよね「奴隷的拘束区域からの自由」第18条。 それから法定手続きの保障財刑法定手記第31条逮捕捜索などの要件第33条第35条ね拷問の禁止自白の許容の禁止などの刑事手続きの保障第36条から39条うんこれどんな時にこんなことが出てくるかっていうとですね,ね犯罪を犯してしまった。 しししてしまったかもしれない警察に捕まって、えー、縛ったそんな時によく出てくる言葉です、ね、もしもあの警察に同行を求められていけばいろいろ奪われる特にね自分の好きな場所に行けなくなっちゃいますからねこういう体験は、えー、皆さんもしない方がいいですけど万が一してもそこにもちゃんと権利が認められているということです。ねはいえーと ますよね,、えー、とですねまずですねよくあの警察の出てくるドラマなんかで令、えー、状のない逮捕や捜索なんてね令状がないと逮捕や捜索はできないんだよとね、まあ、現行犯であの警官の目の前で悪いことをしちゃう場合は令状は必要ないのですが、えー、誰かを逮捕する場合や家を捜索する場合には、えー、と裁判官の出す 令状が必要なんですね三権分立っていうのを習いましたが、えー、と警察というのは行政の仕事で裁判所は司法の仕事でここでもやっぱり権力を分けてるんですね。えー、とだから司法の許可がないと行政は逮捕や捜索ができない、ねえー、そんなことが言います、ね。またそれからですね2個目は残虐な刑罰、えー、まあ昔は残虐な刑罰がありました。 ねえー、とそういういいいのははしてはいけない、まあ、ただ日本には死刑はまだあるのでこれが死刑が残虐じゃないかなないのかそうなのかってことはちょっと問題が残るかもしれませんね。えー、強要された自白ですね、えー。君がやったんだろうお前がやったんだろうと言って、えー、白状すれば楽になるぞなんて長い時間言われてるとですねじゃあもう楽になりたいからって僕やりましたなんて言っちゃうこれは強要された自白。 ね、これもダメです。そもそも強要された自白は裁判でも証拠としては取り扱わないことになってます。拷問ね、体に痛みを与えたりえしてですね、えっ、ー、とあの白状させたりいうことを引っかしたりするのもダメです。ね、はいこれらがみんな禁止事項になっています。ね、はい身体の自由でした。はい次です。 居住移転職業選択の自由第22条財産権の保障第29条居住ってね、まあ、住居の反対になってますけど言葉がねどこに住むかねそれからどこにこ移転引っ越すのは自由それから職業も自由に選択していいという決まりですねで得た財産は自分のものになるってことねはいタワーマンションに住みたいなとそれも自由ですそれからですね 子供の頃いろいろ夢に見ますよね。えっ、ー、とですね、大人になったらこんな職業に就きたい。ね、この職業を選択するのも自由なんですね。はい。えー、ですが、うん、みんな本当にこれ自由だと思いますか。ね、私ねちょっとあの若い頃ですね、いろいろあのあの条件が重なっちゃいましてね。引っ越しを何回かしたんですよ。せざるを得なくなっちゃってですね、えっ、ー、としたんですが、引っ越しが多かったんですよ。 ね、引っ越しのたびにお金もかかるし時間もかかるし手手手続きも面倒くさいしすごくあのー、ね引っ越しをするために損をしたような気分になった覚えがありますね昔の人は引っ越し貧乏などと言ってですねしょっちゅう引っ越してるとお金がかかるんだよって言われてますねこれねよく考えるとねみんなねあの引っ越しや居住とかですねタワーモーションに住みたいって言ってもですね私なんかとても無理ですこれやっぱりお金がなければ えー、居住はは自由とは言えないですよねあと職業選択の自由みんなが憧れるようなかっこいい仕事とかまたは収入の多いお金持ちになれるような仕事っていうのは必ず大抵高い学歴が必要だったり資格が必要だったり、えー、厳しい訓練が必要だったりしてですねなかなか自由,に自由になれるよって言っても努力が本人の努力,努力が必要ってことがありますよね。 例えばこれ私が作ってる簡単な動画ですがこれを作るのにやっぱり1日かかります。作ってそれから録画をして録音をしてね。何ででもね手間はかかるんですよね今あの中学生のなりたい仕事は YouTuber が非常に多いって言うんですけども YouTuber で成功するのもとても大変でえと毎日動画を作ってあげていてもですね え全然アクセス伸びなかったりとても大変らしいですね。なのでえっとこの経済活動の自由という,ふうに言います。今お金がかかると言いましたよね。居住移転職業選択などは経済活動の自由っていうんですよ。これに関してはですね、え自由とは言っていますが実際にはいろいろ法律でも制限がかかってしまうんです。 ね、例えば、えー、誰かが急に僕明日からお医者さんやるんだよって、ね、病気になったら来てねって言ってね簡単に行けませんよねあの人に見てもらって治療してもらって大丈夫だろうかちゃんと資格を持っているからお医者に行っても大丈夫だったり、ね、するわけですよねだから、えー、と経済活動の自由と言っていますが、えー、と制限は非常に受けやすい。 自由だと言いますね。え、一番最初にあった精神の自由に関しては比較的自分の気持ちだけで何とかなりますね。このように自由権にはこう自由が本当に実現するかどうかというのが簡単にできるものと難しいものがあるねということですね。それからですね、えっ、ー、とこれは今日の学習ではありませんが、えっ、ー、といろんな自由を自分が行使して他の人の自由が えっと阻害されてしまうこれは困るんですよねえこれについてもね後で勉強したいですさあ最初に提示したいろいろな自由が精神身体経済活動のどれに該当するかちょっとね考えてみましょうそして試験などに出たらちゃんとこう分類できるようにしておくと良いと思いますはい今日の学習はこれまでです